本ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの8回戦です。解説は小宮山里美さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。朝日さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか？そうですね、やはりファイターズの打線ですよね、はい、相手は苦しくなっても表情に出るようなピッチャーではないですから、足や小技を生かしてでも何とかしてる。雑になってはいけないですから、次の試合のことも考えて丁寧に丁寧に打ってほしいですよね。そうですよね、集中してほしいですよね。アウト、ワンアウトです。試合を制したのは日本ハムファイターズです。今日は西さん、元気でしましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思います。今日は本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。本日は